いつも大変お世話になっております。古美術吉戸の吉戸です。本日はですね、とても素晴らしい非凡なる菅野緑雄の水筒、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、中国の漢の時代、紀元前3世紀から紀元後3世紀の600年ぐらいにわたってですね、長く安定した平和で素敵な王朝を築いていた中国の古代の時代、漢の時代の水筒ということになっております。本作品はですね、もう非常に漢の緑雄の中でも非凡であるということが間違いなく言えると思います。まずこれ実際はですね、見ていただかないと分かんない部分があるんですけども、普通の水筒よりもちょっと一回り大きいビッグサイズなんですね。菅野緑雄の中にはですね、明らかに階級を感じさせるものがありまして、例えば菅野緑雄の犬とか壺とかいろんなものはあるんですけども、普通のやつはもう粗紋というか何もその装飾がない作品が多いんですけども、装飾が増えたり形が大きくなったり、あとより手の込んだ作行きになればなるほど特権階級とか特別な方、素晴らしい方のために作られたものだなということが分かるようになるんですね。本作品もですね、普通の水筒よりも一回りビッグサイズでありまして、形が非常に端正で分厚く、そして銅のね、ところにすごい装飾、この型押しの文様が入っております。このことから考えてもですね、非常に高貴な相当上のクラスの方の持ち物であったというふうに考えることができるんですね。そして本作品はですね、基本的にそのなぜこの紀元 3世紀、紀元前3世紀の作品がこのように完璧な状態に残ってるかっていうと、その中国には服装文化っていうのがありまして、その防空壕のような大きい石の石棺、そのエジプトのね、ファラオとかがいたような、あの石棺の中に、こういった作品っていうものを一緒に入れるんですね。なぜかっていうと、中国、古代中国ではですね、死後の世界、今でもそうなんだと思うんですけども、死後の世界というものが強く信じられておりまして、その生きてる間は人生の前半であって、死んだ後に人生の後半、楽しい天国が待っているというような思想があったんですね。ですから死んだ後も死者が、全くその不自由することなく幸せにあの世で暮らせるように、副葬品といっていろいろなものをその一緒に納めたんですね。でその棺桶っていうものはまた別にありまして、とても広いその防空壕のような部屋の中に点々とそのあの世で使う道具ですとか、その服装用の作品、まあ、宗教上のその思想だと思うんですけども、服装用の作品っていうのを置いていくんですね。中には、個人がその生前使っていたものであったりとか、あるいはですね、そのあの世に持っていかせるために非常に素晴らしいもの、いいものとされていたその道具っていうものが入れられます。おそらく、本作品はですね、その個人が生前に水筒として使ったかどうかってちょっとわかんないんですけど、おそらく違うと思うんです。なぜかというとですね、その菅の緑雄の赤土なんですね、菅の時代の緑雄っていうのは。その赤土は非常に吸水性が高くてですね、その水を入れるとめちゃくちゃスーって吸うんですよ。ですから、2リットル入れても多分 1.5 リッターぐらいしかなくて、500ミリリットルはその本体に吸収されるぐらい吸水性が高いので、水は土臭さがすごい出ちゃうんですね。沖縄も赤土なんですけども、水を吸うとその鉄分っていうか土の匂いってムワッと出てくるんでですね、ちょっと水筒としてその実用的ではない、とても重くなります、水を吸ってですね。ですからもし余震ば水筒として使ったとしても、そういう場合はその器の中まで緑油をかけてコーティングしないとちょっと厳しいと、いうことが考えられますので、おそらく本作品はもともとその芸術的な副葬品として制作されたものであるんではないかというふうに推測できます。このようなですね、その色、形、大きさ、作行きの良さ、ね、素晴らしさ、装飾の良さ、そして優がかかってるかかってない、そういったことから一つ一つ名探偵のように、これはいつどこで誰がどのように、作って、どのような用途として用いられたのか、そしてこれはどういったものなのかっていうのを
こう瞬時に推察していくっていうのがまた一つの楽しみであります。謎解きクロスワード、クロスワードじゃないですね、謎解きなこの推理みたいなですね、その我々の、まあ、我々はもうその機械的にも一瞬でパッてこう頭の中に思い浮かぶんですよ。そしてそれが正しいかどうかっていうのをじっくり検証していくっていうことになってきて、もう我々はトレーニングされてますのですぐに浮かぶんですね。だけどコレクターの皆様におかれましては、そういったところを一点一点こう注意深く見ていきながら、これは何使ったのかなとか、どういったものなのかなっていうのを考えていくのも非常に大きな楽しみ、喜び、これが古美術のですね醍醐味の一つなのではないかなというふうに思っております。本作品もですね、そうですね、まあ私が生まれてなかった、あるいは生まれてもまだベイビーだった頃、40年前とか50年前とか、まあそこまでいかないですかね、1945年に終戦を迎えて、もう言って2023年ですから相当経っておりますけど、40年前か30年前か40年、そうですね、その頃にはもうすごく高価で珍しく、そのそれこそですね、あの博物館の図録であったりとか、いろんな、そうですね、博物館もまあいろんな図録とか、すごい名作名品、もう大変なものだということで、その喧伝されておりまして、わざわざカラーでですね表紙のトップに来るレベルのその希少性があって、非常に高価であった、数百万円していたと思うんですね。まあ、ただその後中国の開発、発展に伴って高速道路をあの建設してたら、その地面の中からボン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 カンの緑油がいっぱい出てきて、2万個が出てきて、それで急に希少性が損なわれて価格が暴落したというような露天の歴史を持っているものであります。ですから古い数十年前の本などを見ますとですね、このカンの緑油がもうデカデカと載ってるんですね。そしてただその祖門のものとか、その大したことのない緑油が多くてですね、こういった特別なものっていうのは、例えば2万個出てきたとしても、その中の100分の1、1000分の1ぐらいしかないんですね。私の体感で言うと、おそらく500分の1ぐらいなんじゃないかなと。その海外では本当に見ないんですよ。日本にたまにこうして発掘伝承で存在するということは、その缶の緑油が非常に高価だった頃に日本人がわざわざ持ってきて大切に保存していたと。ですから中国には、その中国や香港とかね、いろんなところには、その日本人が一番いい白尾だけをポッポッと抜いていって、その残りの祖門の変なやつとか、が、まあ、あるという感じなのかなというふうに思いますね。たまにそのスペシャルなものがありましてですね、まあ漢の時代には青銅器とかいろんなものもあるんですけども、そういったものはやっぱりね、言うて高いんですよね。漢の緑油でもトップのものはやっぱりすごく高いし、漢の緑油だけじゃなくて漢の青銅器とかいろんなものでもね、やっぱりその1億円超すものっていうのも意外とあるんですよね。ですからその漢の時代っていうのはその長かったので、いろんな作品を多岐にわたって長く作っているんですが、その中でもやっぱりトップのものはすごいよというふうに感じるんですね。そういう観点から申し上げましても、この缶の緑油のその白山香炉とか壺とかっていうのは、まあ結構数を見るものなんですけども、この水筒っていうのもなかなかないんですね。昔見たことがあるんですけど、それよりももっとビッグサイズですね。この缶の緑油の水筒の中では白尾の名品と言って過言ではないというようなものだと思っております。そしてそういったものは日本にしか存在しない気がするんですね。まあ確かに中国とか香港とかにもあるんですけども、やっぱりね、めったに見ない、見かけたら嬉しくなるし、その甘粛省とかね、あそこら辺のディーラーがたまにその発掘して喜んで扱ってますけども、意外とね、例えば今後10年とか見ていった時に物がなくなっていくんじゃないかなと。非常にリーズナブルで、その価格とね、その作品の品質のバランス的に、これはすごくいいんじゃないかな。だから缶の緑油って本当に安くて、下は本当に、だからその自分が欲しいと思えるレベルで10万円ぐらいからあるし、上はね、それ何十万円、20、30、40万円もう出さないかな、出さなくて相当いいものが買えるんですね。
相当もう本当トップレベルに近しいものが買えるぐらいの価格帯なので、古美術商も安くて儲からないから基本的にやらないんです。ただ明らかにこんないい品質のものはこんな安いっておかしいよなって首をかしげながら売ってる部分もあって、その採算度外視でその利益は別にどっちでもいいんだけど、これはすごくいいよね、昔すんごい高かったよねなんて言ってみんな買ってるんですよ。だからなんて言うんですかね、一つか二つ家庭に一つ素晴らしい白尾の缶の緑釉が一個はあってもいいかなと思うぐらい非常におすすめできますね。価格的にも負担が、ね、少ないですし、かといってその時代の缶の緑釉のトップの作品でありますから、そのやっぱり持つならトップの作品が良くて、そのジャンルのですね、でなかなかねジャンルトップの作品というのは高くて買えないんだけど、缶の緑釉だったら買えるというその非常に稀有なね作品だし、感動も深くて、値段に関わらずこれを1点トンと置いとくだけでも全然違うから、缶の緑釉の名作っていうのはね、ぜひ一つその買ってもいいんじゃないか、あった方がいいんじゃないか。そしてすごい綺麗なんですよね、やっぱりその缶の緑釉こそ名品を買うべきなんですよ。そのだって打作でも多分5万円とか4万円で、名品でも10万円とか20万円とかで全然買えると思うんですよね。そう、壺とかありふれた形のものであれば白山香炉とかもいいですけど、こういった水筒ってなかなかねその、高くはないんだけど全然物が出ないので、見つけたら僕もねあんまり見ないんですよ。その、まあ、水筒っていうものは越州用とかいろんなので作ってるんですけども、水筒っていう形を見たことがあんまりなくて、そしてあの、ソモンのものは多いんだけど、うん、こういう風に何て言うんですかね、装飾があってでかくてすげえっていう、昔何百万したよね、みたいなものっていうのは見ないので、だからこういうのはね、まあ、安ければ買いたい。うん。その儲かる儲からないで言うと、全然儲からないんですけど、その、好きなんですよね。うん、個人コレクション、もしかしたらね、自分が個人コレクションでお金がなくてね、何か一つ買わなきゃいけないというか、持ってなきゃいけないというか、最後まで残しとくったらこういうものかもしれないと思うんですね。その儲からないから、その採算度外視でそのコレクターとしてピュアな目で見られるっていうジャンルの一つでもあるし、で缶の緑釉だったら多分僕なんかがうまく買えばね、10個ぐらいコレクションしたとしても多分100万ちょっとくらいで買えたりするんじゃないかなと思うから、負担が少ないからね。でなんか友達のね、プレゼントとかにもあげてもそんなに苦でもないようなところもあるし、そのなんか特別な時に、ね、だから母の誕生日とかね、缶の緑釉の壺とかあげてたらね、もういらねえとか言われたんだけど、いっぱいあげてたらさすがにね、そんなにいっぱいいらないんだけど、特別なものはやっぱりいつ見てもね、おおいいなと思うんですよ。だから僕ね、多分ねそれがいつか是正されて10年とか20年後缶の緑釉はね、少なくともね倍とかになると思う。うん、だからその5万円が倍になっても10万円じゃないかっていう話はあるんだけど、でもその率で言ったらすごいし、リスクも少ないから、缶の緑釉はねせめて1個、まず1個は買ってみようと、そのまず買ってから話をしようじゃないかっていうような、その、うん、一般教養というかチュートリアル、古美術やる上で一つは持ってたい、で持っとくなら名品いいやつを買った方がいいんじゃないかなって思うような、で特別なね、もう絶対持つべきものなんですね。あの挨拶代わりに、まあいらなければ別にいらないんですけど、なんかねそういう風な、なんでこんないいものがこんな安いんだろうって思うシリーズの筆頭格だと思います。値段じゃないんですよ、古美術。値段じゃなくてその人の満足度とか感動とかね、そういったものがありますので、缶の緑釉は非常にね、もう何年か前からずっとおすすめしてるんですけど、そのもしね持ってる人は別にいいんですけど、持ってない人とかがいればですね、ぜひ一度そのお手に取ってみていただきたいと思うような、まあ別にそのうちは缶の緑釉をいっぱい扱ってるわけでは全くなくてあんまないんですけど、そのふとね改めて思った、非常にねリーズナブルでめちゃくちゃ品質の高い特別なもの、だって昔将軍とかさ、すごい高貴な人が持ってた作品に違いないわけです、こういうものはですね。そういったものを気軽にカジュアルに持てるっていうのは非常にいいし、あと置いててもね全然本当にずっと見られるぐらい、その耐久度が、美の耐久度が高い、だからまあいわゆるコストパフォーマンスが高い古美術の筆頭格だと思います。この缶の緑釉をですね、ぜひ一度皆さん、まあ、僕の商売にはならないし儲けには全くならないんですけども、僕はね個人的に非常に好き、緑好きだし、うん、目に優しいし、まあそんなことをですねふと思った次第であります。こちらがねその、まあ、缶の緑釉の作品、水筒白尾
ってなかなかないよと。ちっちゃいやつはねあるんですけど、だから水筒の大中小を揃えるとかねいうのも面白い。まあなかなか揃わないんですよ。カンドリ君の水筒あるとかでないないないってなるし、儲かんないからみんなやらないけど、僕はね見つけたらね一応買うようにはしてるんですね。なんかね非常に感じるものがあるということは思いました。どうも長々とありがとうございました。缶の緑油おすすめでございます。失礼いたします。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。